今日は午前中だったということで、皆さん昨日から来てくださったりとか、夜通し運転しましたって方や、朝早く起きて4時ぐらいに起きて来ましたって方もたくさんいらっしゃると思います。ほんまにありがとうございます。合ってるから合ってるから、ちょっと多分エセ関西弁なのがバレバレだと思いますが、はい。で、私も昨日前泊してきたんですけれども、前入りしてきて新幹線で来たんですけど、聞いてください。新幹線降りるじゃないですか。で、新大阪ですって言って、間もなく新大阪ですってドアの前にもう並ぶじゃないですか。私一番前だったんですけど、で、もう新幹線が止まってもうドアが開きますよって時に、あれ、なんか気づいちゃったんですよ。あれ、ギター背負ってなくね、ギター背負ってなくねって気づいちゃったんですよ。で、なんと荷棚の上に置きっぱでした。いやでもですね、ほんと直前に気づいて、あ、やばいやばいやばいって頑張って取ってきて、なんとかギリギリ置いていかずに、博多までギターだけ行かずに済みました。ほんと配信で言ってたこと、フラグ回収するところが本当にギターだけ置いてくるところでしたっていう出来事があって、早くみんなに話したかったんですよね。で、無事大阪着いて、昨日はお好み焼きを大阪で初めて食べました。と、名前はね、三平だかな、ちょっと分かんない、違うかもしれない。お好み焼き食べたの、すっごく美味しかった。めっちゃうまかった。どうっていうの、美味しめ、すごい美味しかったって大阪弁で。めっちゃうまかった。めっちゃうまかったの、本当に。皆さんも大阪の人も多いと思うんですけど、もう日常で食べてる方も多いと思うんですけど、なんか食べましたか？大阪初めて来たわって方はいらっしゃる？あ、いらっしゃった。大阪初めて。いいですね。観光しましたか？しました。しました。どこ行きましたか？主にコナンの聖地巡礼しました。あ、いいですね。コナンの聖地巡礼、からくれないとか。あ、あ、平時の。あ、そうです。例えばどこだろう？それこそもんちゃんが行ってた恵比寿橋で。あ、分かる分かる分かるよ。アニメのでしょ、アニメの方で。分かるよ。いいですね。私も行きました。本当に大阪は本当美味しい匂いが漂ってて、賑わっていて本当に楽しいです。私ワンマンライブもうその10代のうちに多分10回ぐらいしてきたと思うんですけど、どれが一番なんか心に残ってるというか、なんかうわ楽しかったなって思ったライブが、どのライブがなんか心に残ってますかっていうのを聞きたくて。ありますか？なんか最初はアウトサマー、始まって一人ずつニュー、あ、一番最初、やっぱり一番最初、バンドあったからね、一番最初ね、やばかったもんね、一番最初、やっぱ一番最初。そっかそっか、コメントにも聞いてみよう。ハロウィンとか、あ、やっぱ最初が多いです。一番最初。ハロウィンね、ハロウィンはね、もう、ね、ツーショットね。もう、すごかったよね。いっぱい着替えて、私大変でしたよ、本当に。でもさ、みんな並んでるところのさ、奥にさ、私着替えるとこあってさ、覗けば見えたのね。誰か見てない？大丈夫？そう、はい。ワンマン最初のファースト、一番自分にとっての一番最初とかね、ありますよね。初ワンマンライブが多い。ちょっとそれ超えなきゃいけないな。初ワンマン